スペースシップワンスペースシップワンはスケールドコンポジッツ社によって開発された有人宇宙船である2004年6月に高度約 100km の宇宙空間に向けた弾道飛行を成功させ世界で初めての民間企業による有人宇宙飛行を実現したスペースシップワンは2004年6月21日に 高度約 100km の宇宙空間に向けた弾道飛行を成功させ、世界で初めての民間企業による有人宇宙飛行を実現した。さらに、2004年9月29日、10月4日には民間宇宙船開発に対する賞金制度、アンサリー X プライズの受賞条件を最も早く達成し、賞金1000万ドルを同社は獲得した。なお、受賞条件は、 以下の通り、リンドバーグのスピリット・オブ・セントルイス号や、音速突破のベル X-1、グラマラス・グレニス号と並んで展示される、スペースシップワンそれまでの宇宙開発は、すべて国家戦略の一環であり、国家予算を使って行われていたものである。事実、世界初の人工衛星、初の有人宇宙飛行、初の有人月着陸、スペースシャトルや国際宇宙ステーションなど、 いずれも国家の強力な主導のもとで行われ、費用は国家予算から賄われた。しかしながら航空宇宙史を振り返ると、オットリリエンタールによるハンググライダーの研究、ライト兄弟による初の動力飛行やリンドバーグの大西洋無着陸を弾などの大記録は企業または個人の資金のみで達成されたものであった。スペースシップワンが達成した成果は、 これらに匹敵する成功として評価されている。史上初の民間による有人宇宙飛行の栄光を称えて2006年に打ち上げられた NASA の惑星探査機ニューホライズンズにはスペースシップ1の機体の一部が搭載されて宇宙へと旅立っていった。バージングループに設立された宇宙旅行会社バージンギャラクティックはスペースシップ1の成功を受け改良型の宇宙船。 スペースシップ2を建造し、史上初の宇宙旅行ビジネスを開始することを発表した。2007年からの商業サービス開始を目指し、世界各国の人々から多くの投資を集めていたが、2014年現在も実現は難航している。飛行するスペースシップ1初めて高度 100km を達成した2004年6月21日の飛行 15P は次のように行われた。 カリフォルニア州、モハーベ砂漠にある飛行場から離陸、運搬用航空機、ホワイトナイトにより吊り下げられた状態のまま、高度約15キロまで上昇後、切り離された。その後は、ロケットエンジンに点火し音速の3倍まで加速。ロケットの燃焼終了後は、完成で放物線を描くように、弾道飛行し、ついに高度100キロメートルへの到達を果たした。 3分間余りの無重量状態での宇宙飛行を経て、大気圏に再突入。高度15キロまで降下した後は、滑空により元の飛行場へ着陸した。さらに 16P、17P にて2週間以内の再飛行を達成。X プライズ受賞条件をクリアした。このスペースシップ1の実機は2005年よりアメリカ合衆国ワシントン DC の 国立航空宇宙博物館で展示されている機体は、米国の航空機開発会社、スケールドコンポジッツ社の設計によるもので、重さ約3トン、3に乗り、ロケットエンジンは、酸化剤として、液体のア酸化窒素、推進剤として、固体の合成ゴムを使用した、ハイブリッドロケットである、制御性に優れた液体ロケットの長所と、取り扱いが容易な固体ロケットの長所の双方を、 兼ね備えている。高度 15km までは、親木ホワイトナイトに吊り下げられて上昇することにより、大気圏を脱出するために必要な燃料の量を抑えている。尾翼部分が回転し65度まで立てることができる。特徴的な設計となっている。最高度からの落下時には尾翼を立てることで、効果スピードを抑え、機体の加熱を防いでいる。また、 これにより落下時の機体の安定性を保つ役割も果たしている。高度 15.5km まで降下した時点で、尾翼を水平に戻し、スペースシャトルのように滑空しながら、基地に帰還する。登録されている機体番号は、N328KF で、これは目標高度の 100km に由来する。同社によれば、N100KM という機体番号はすでに取得されていたとのことである。 ありがとうございます。